フレデリックスバーグは、アメリカ合衆国テキサス州中央部、テキサスヒルカントリーに位置する都市、ジルスピー軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口1530人だった。フレデリックスバーグは1846年に、設立され、プロイセンのフリードリヒ王子にちなんで名付けられた。昔のドイツ系住人は、フリッツタウンと呼ぶことが多く、 現在も企業によっては使っている。ドイツ系開拓者の第一世代が英語を学ぶことを当初拒否したために残った方言であるテキサスドイツ語が話されていることでも知られる。前年にゾルムス・ブラウンフェルズのカール王子が設立したニューブローンフェルズと多くの文化的特性を共有している。フレデリックスバーグは海軍大将チェスター・にミッツが生まれた町である。ドイツのモンタバウアーと 姉妹都市を結んでいる。1970年10月14日、フレデリックスバーグ歴史地区がアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。1913年1月3日、サンアントニオ・フレデリックスバーグノーザン鉄道がウォーリング近くでサンアントニオアランサス・パス鉄道とつなぎ、フレデリックスバーグに通すために認定された。 長さ920フィートの鉄道橋が建設され、現在もオールドサンアントニオ道路1619にテキサス州公園野生生物局コトンネルコウモリ生息地として存在している。観光客にはピクニックや休憩のための施設がある。このトンネルに用した費用のために、鉄道会社は1914年10月28日に破産管罪人の管理下に入った。 1917年12月31日には担保権執行状態でマーティンカールに売却され、その年12月26日に認証されていたフレデリックスバーグノーザン鉄道に譲渡された。列車の運行は1942年7月27日まで行われた。フレデリックスバーグストーンウォール地域はテキサス州のモマの首都と呼ばれている。 ベンジャミン・レスター・エインダールは、ヒルカントリーの桃産業の父と呼ばれている。エインダールは、ジリスピー軍測量士であり、1921年に桃の木を5本植えて、果実を売り始めた時には、フレデリックスバーグ高校で数学と科学の教師をしていた。その後、ヘール、バーバンク、エルバータ、スタークシュを開発した、HEB のグロサリーストアチェーンを通じて、 商品の販売をはじめ、最終的に150エーカーの土地に5000本の木を植えた。桃の生産者は、この地域が、標高、砂質の土壌、気候がうまく組み合わされ、し離れの良し悪しのある桃の生産に適していると主張している。果実は5月から8月に実り、消費者はあらかじめ積んだ実を買うか、自分でつまみに来ることもできる。フレデリックスバーグのメインストリート、 ビアガーデンが通り沿いに並ぶ、ハーブ、ブドウ、ラベンダー、野草の種がフレデリックスバーグで急成長している事業である。農業関連産業に、日帰り温泉、結婚式会場、一泊朝食付きホテルの組み合わせがよく見られる。テキサスヒルカントリーラベンダートレールもある。レディバード・ジョンソン時代の後、多くのブドウ園と関連産業が起こった。 アメリカブドウ栽培地域に指定されたテキサスヒルカントリーエイバフレデリックスバーグやそれよりも大きなテキサスヒルカントリーエイバにはその境界内にフレデリックスバーグを含んでいる。フレデリックスバーグはテキサスヒルカントリーでワイン醸造所を訪れる観光客にとって出発点あるいは目的地になっている。フレデリックスバーグ市の公共教育は フレデリックスバーグ独立教育学区が管轄している。学区内の学校にある運動競技部はバトリン、ビリーズと呼ばれる。マスコットはオスのアンゴラヤギである。この地域の農家で多くのオスヤギが育てられたことに由来しており、オスヤギを追うイメージがフットボールにうまく合っているからでもある。フレデリックスバーグで最初の高等教育期間は1876年に フレデリックスバーグカレッジだった。ドイツメソジスト協会がこのカレッジを設立し、芸術、科学、外国語を教えた。学生数は約150人だった。WJR 総ンセンが最初の校長であり、チャールズ・カイタンシルが2代目だった。財政の問題から1884年には平行になった。その資産はフレデリックスバーグ独立教育学区に売却された。 その他にも高等教育機関としてテキサス工科大学フレデリックスバーグ校がある。下記のような私立学校もある。ジリスピー軍庁舎の隣には市が運営する図書館がある。ジリスピー軍カントリースクールの友愛会はフレデリックスバーグに本部があり、次世代のために伝統的なカントリースクール、コミュニティクラブ、ジリスピー軍歴史の保存に興味を持つ。 卒業生とコミュニティメンバーの組織である。ヒルカントリー記念病院は、テキサス州道十六号線沿いにあり、最新式の医療、予防医療を提供する救急病院であり、健康センターもある。国内でも評価の高い病院百欠に入っている。ジリスピーン空港が、テキサス州道十六号線、南沿い、フレデリックスバーグ中心街から約二マイルにあり、五千二フィートの 滑走路とホテル及びレストランがある。この空港はハンス・ハンネマンとレッドシュレーダーが設立した。1945年より前はアメリカ陸軍航空隊が所有していた。短期滞在とターミナルハンガーの長期レンタルが可能である。フレデリックスバーグは亜寒層気候であり、暑い夏と外して温暖な冬がある。平均気温は夏の下肢82度から 冬の歌詞49度まで変化するフレデリックスバーグは、北緯30度16分27秒整形98度52分19秒、北緯30.274058度整形98.871822度、30.274058-98.871822に位置している。サンアントニオの北約63マイル、オースティンの西約67マイルにある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.6平方マイルであり、すべて陸地である。エンチャンテッドロックは、フレデリックスバーグの北15マイルにある地形的な、目印である。この岩は巨大でピンク色をした、花崗岩剥奪ドームであり、地表高さ425フィート、海抜1825フィート、面積は640エーカーある。 国内最大級のバソリスであり、1970年に国定自然ランドマークに指定された。1994年、テキサス州は施設を追加した後にエンチャンテッドロック州立自然地域をオープンした。同年、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。バランストロックはフレデリックスバーグの北10マイル、ベア山の頂上にある有名な目印である。 小さな像ほどもある石柱が、その小さな先端と微妙にバランスしていた。1986年4月にはその基板をダイナマイトで吹き飛ばすという嵐行為にあった。標高1915フィートの山である。クロス山に関する最初の記録は、1847年にフェルギナンド・フォン・ローマー博士が記したものである。インディアンは、この場所を使って、 領土内への侵入を知らせるのろしを挙げていた。この地域はジョン・クリスチャン・ダースト博士に割り当てられた10エーカーの開拓地の一部だった。ダーストはこの山で木の十字架を見つけており、それはスペインの伝道師がこの場所を使っていたことを示していた。ダーストはこの場所をクロイツベルクスナワチクロスさんと名付けた。1849年、ジョージ・メンゼルという牧師が 新しい十字架を建てた。1946年、セントメラリーのカトリック教会が金属とコンクリート製の十字架を建てた。この山はイースターファイヤーのページェントや復活祭日のでの礼拝にも使われている。1976年にはテキサス州歴史的ランドマークに指定された。フレデリックスバーグ市社会を示す。 標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フレデリックスバーグ氏は、市政委員会、市マネジャー方式の政府を採用している。1991年5月に採択された自治憲章に従い、一人の市長と四人の市政委員がいる。どちらも任期は年間であり、2年ごとに自然体を選挙区に選出され、再選は連続4期に制限されている。 AM ラジオのナフは1947年から放送を流している。当初の免許はアーサー・ステイリングに対して連邦通信委員会が与えた。その免許はノーバートフリッツファミリーに伝えられている。フレデリックスバーグ・スタンダードは1888年に発刊され、当初はジリスピーク・ニューズと呼ばれた。その名称は1907年に 現在のものに変更された。1915年にフレデリックスバーグ出版社が買収した。同社はドイツ語のフレデリックスバーグボッヘンブラットも発行していた。レーディオポストは1922年に発刊し、1984年にフレデリックスバーグ出版社に買収された。この二つの新聞がフレデリックスバーグスタンダードイコールレーディオポストに統合された。 ありがとうございます。